シネマへようこそ、森川みどりです。今回は虹が落ちる前に踊りになりました工事上原監督にお話を伺います。この監督、監督だけじゃないんですよ。脚本、衣装、編集、音楽、照明などなど、いろんなことで力を発揮されておりますので、その辺のお話も聞けると思います。ぜひご期待ください。バンドは続けるよ。君が悲しむような音楽はしない。お前らがそんなんだからこのバンドはいまいちパッとしねえんだよ。浩平君は本当にいい歌作るね。僕はこの5人でバンド頑張っていきたいんだよ。ここまで頑張ってきたじゃん。一応で音楽やってるの違うでしょ。俺が言ってることがハッタリかどうかは俺のこの面見てから判断しろよ、この野郎。ぶっちゃけ赤まで被ってまでこのバンドやりたくないな。お前ちゃんと300万使おう。何のやろ。とにかくお前ら明日からまた好きなことやれよ。分かってる。何を分かってる。自分がバカだってことかな。安心しろってお前、指なくたってお前カスタムってぐらいできるだろ。僕は嘘に近づいてたの分かってたんだ。分かってたんだけどな。あなたの優しさに付き合っていったら最後に損をするのはきっと私だよ。ストップ。俺はお前のバカ面がどっかで見れるの結構楽しみにしてるんだよ。こいつはもうバンドなんかできんけどね。ライブ見に来てください。行かねえよバカ野郎。みんなも玉井ちゃんが好きって言ってくれた曲たちなんだ。行くぞ。はい。虹が落ちる前におとりになりました工事上原監督にお話を伺います。工事上原監督、公開おめでとうございます。ありがとうございます。本当にありがとうございます。よかったですよね。私、はい、映画祭経験してすごい泣いたんですけど。あ、本当ですか。ありがとうございます。いろいろとちょっと順番に伺っていきたいんですが、はい、そもそもこの映画を撮りになるきっかけっていうのは何だったんですか。この映画ということだけで言えば、はい、やっぱりこう自分の周りでも、まあ、自分もそうですし、まあなんか臭い言い方なんですけど、まあ夢を追ってるというか、うん、そういうやっぱ知り合いとか友達がやっぱ多いので、はい、うん、だからなんかその人たちのこうバイブルって言ったらちょっとなんか大げさですけど、なんか夢を追う人たちのなんか、うん、何かになれる映画を撮りたいなと思ったのがきっかけですね。でも映画は本当はずっとやりたかったので、ええ、はい。じゃあその夢がある意味夢が叶ったというのが一つの筋で、もう一つは夢を持ってる人になんか元気づけたいとかエールを送りたいっていう感じですよね。そうですね、はい、本当に。あのセリフがすごくなんかリアルっていうか、はい、うんうん、細かいところなんですけど、はい、例えば嫌って3回言ったとか、はいはいはい、こう一応音楽やってるって違うでしょとか、本当に日常会話がそこにいっぱい散りばめられてるんですけど、うん、はいはい、このあたりのセリフ、まあ、脚本も書きになってらっしゃいますから、はいはい、それはどこから生まれてくるものなんですか。発想が湧いてくるポイントってことですよね。ええ、いやそれは本当にもう自分でも分からなくて、ええ、やっぱこうなんていうんですかね、僕結構この脚本の話を人に話をするときに、なんかまあ登場人物たちが先できるんですね、ええ、こういうキャラこういうキャラがっていうのが出てきて、でなんかね本当に不思議な表現になっちゃうかもしれないんですけど、なんかみんなが勝手に喋り出すというか、はあ、キャラたちがなんか僕の頭の中で勝手に喋り出して、あ、それをなんか僕は横でこう初期してるというか、文字にしていくという、そういうなんか感覚の方がなんか近い気がして、その脚本を書くときにも悩むことがないんですよね。
あの普通よく、まあ、自分の経験だったりいろいろ聞いた言葉をメモしておいて、はい、それを脚本に落とし込んだりとか、はい、まあ、脚本家の方によってはもう最初にストーリーボードを作って、はい、もうホワイトボードとかに貼り付けて、この人物にはこう言わせるっていう文字をこう、はい、編み出してったりとか伺うんですけど、はいはい、もう降りてくる感じですね。そしたらキャラの相関図みたいなものは作りますね、やっぱり、はい、先に相関図みたいなのは先にできるんですけど、そのキャラに何か何を喋らすっていうのはあんまり考えたことがなくて、そのシーンが思い浮かんだ時にそのシーンの中にこう役者というかその登場人物たちを置いていくと、はい、なんかナチュラルにみんながこう喋ってくれるので、なんかそれをなんかこうすごく客観的に見てる感じがします、自分では。あ、そうなんですね。はい、はい、だそんな風に生まれた言葉だとは思わなくて、すごくリアルな言葉なんで、はい、どういう風に作っていかれたんかなって思ってたんですが、はい、それとともに映像がちょっとざらついた感じの、はい、そうですね、はい、これはかなり意識されました。これは本当にかなり意識していてて、まあなんか綺麗な映像っていうのが何なのかなっていうのをすごくめちゃくちゃ考えるんですね、いつも、はい、でその美しい映像っていうのは何なのかなって考えた時に、まあなんかこう役者の服とか、はい、髪型とか芝居の間とかなんか全部トータルな気がするんです、いつも思うのが。歩くスピードでも美しさが表現できたりとか、なんでこうあのざらついた感じっていうのは、そうですね、なんかこう自分の 僕の多分本当に勝手な価値観なんですけど、僕の中で美しい映像っていうのはを追求していくとあのざらついた感じになってしまうんですね。あ、そこはなんか、はい、撮られる上でカメラに加工されたとかそういうのはないんですか？あ、編集の段階でもちろん加工もしますし、で撮るときにその、まあ、フィルムを少し挟んでみたりとか、うん、手前にとかそういうのはちょこちょこやってますね。あ、やっぱりあのちょっと懐かしい、私たち古い人間から見たら、なるほどなるほど、はい、ATG 時代の映画の感じがしたんですね。取り扱ってらっしゃる素材も、まあ、青春のどの時代の人も古今東西関係なく悩む一歩二歩を描いてらっしゃるので、はい、もちろん今若い同じそのリアルな年代の人はもちろんすごい心に響くと思うんですが、はい、もうすでに何十年も前にそれを通り越してしまった私でも、はいはい、すっごい懐かしい、そのタイムスリップするような気持ちにさせていただいたので、うんうんうん、なるほど、これは今後この映像マジックだなと思ってたんです。はい、なんか今おっしゃってくださったそのタイムスリップっていう言葉が僕もすごく好きで、映画を作るときに意識させてもらってるんですけど、タイムスリップというか、なんか映画がタイムマシーンになればいいなという、はい、うん、なんかそれはその時代になんか同じような時代に自分が経験した同じような時代に、じゃあ今小学生の子たちが見たらいつか来る自分たちをそういう時代に、はい、なんかこう導いてくれる作品であればいいなと思ってます。そうですね、だからそ、はい、の世代の人がご覧になってももしかしたら未来かもしれない、過去かもしれない、今かもしれない、 はい、それが分かるなんか共感を呼ぶ映画だなと思って、それで私すごい泣いたんですけど。ありがとうございますあの風景の切り取り方が、例えばこうなんか高いところを歩いていくシーンとかで下から映したりとか、はいはい、その切り取り方がすごくなんかこういうのが新鮮というか気持ちがいいというか、うん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 、そのあたりもかなり工夫されました。アングル、カメラのアングルっていうのは本当に全シーンかなりこだわりました。ただやっぱりどうしてもその予算とか時間とかでその完璧に再現するってことはやっぱり正直できなかったんです、はい、でもなるべくその頭の中に描いているものを近づけたいので、うん、そのカメラアングルとかその光の差し方とか、はい、じゃあその映像の中にある影の濃さとか
それはもう何度もチェックしながら、この光加減、この影の濃さにならないと嫌っていうのがあったんで、それはめちゃくちゃ意識しますね、はい。そうですか、はい、すごい一つ気になったのが、その虹が落ちるっていう、はい、このタイトル自体も私は最初すごい気になったんですけど、はいはいはい、なぜこのタイトルなのか、なぜ虹は落ちるというふうな表現にされたのかっていうの、分かるシーンがありますよね、会話のシーンで。はいはいはい、最後、はい。あの最後の会話のシーンに、ワンショットワンショットでカットバックで使ってらっしゃいますよね。はい、はい、そうですね。あれ、はい、あれはなんかすごい意味があるんだろうなと思ってたんですけど、監督の中ではどんなふうに考えてあの切り取り方されたんですか？あのシーンですよね。ええ。なんか本当にこう自分の、なんていうんですかね、見てくださってる人が、本当に目の前で、あの、なんていうんですかね、光景を見てるかのように。思うにはどうしたがいいのかなっていうのをかなり意識しましたね。で、あの、実はあのシーンって、あの、照明があんなに差してないんです、本当は。ああ、そうなんですか。あれ、ベランダの外に照明を焚いて、ええ。嘘の光というか、朝の光をさらにこう強めたんです。作って、はい。そう、そうなんです。だから、実はああいうさらっとしたシーンでも、うん、かなり僕と僕らのチームでかなりこだわったシーンですね。で、なんかこうカメラのそのスイッチの仕方で、はい、変に今じゃあ女性の方が喋っているから女性だけを向くとか、はい、男性が喋ってるから男性側の方を向くとかではなくて、なんかこの何ですかね、こうちぐはぐさみたいなものを、うん、ちょっと面白おかしく組み合わせていったら、はい、なんか不思議なもんでこう本当に目の前で喋っているんじゃないかなっていうような感じになったなっていうのと、結構実はあのシーン長いんです。10分近くあるんですよ、ね、そうですね、長いですよね、はい、それを長さ感じさせないためにはどうするっていうのがあったんですけど、うん、まあでも今となってはあの役者の2人に、あの2人のナイスな演技に救われたんだなと思ってます。はい、でもあの会話のカットバックがあると、例えば玉江さんの側でこっちが見るとか、はいはい、そうですね、公平さん側で見る、うん、見るとか、はい、見るので、はいはい、会話のいわゆるキャッチボールがすごくリアルに伝わってきますよね、うんうん、はい、はい、でも本当今あの監督おっしゃって、まあご謙遜もあると思いますけど、監督の力すごい大きいんですが、ありがとうございます。俳優さんは本当に上手ですね。はい、皆さん本当に素晴らしくて、はい、どのようにこの浩平さん役が森山龍之介さん、龍之介です、はいはい、そして玉江さん役が宇根田ひとみさんですね、はいはい、このお二人どんな風に選ばれたんですか？宇根田さんはあの僕この映画を撮る前に、はい、一応だけそのいきなり長編を作るというのがやっぱさすがに怖かったので、あの一応だけその試作品として短編映画を作らせてもらったんです。あの10分3話みたいなオーニバス映画を、この映画のためにですか？そうですね、あ、はいはいはい、あのちょっと実験じゃないですけど、映画ってどういう風に作るのかなっていうのを試してみたくて、で短編3話オーニバスの短編を作ったんです、はい、その時に集まってくれた役者の中に宇田さんもいて、で、まあ、その短編が終わった時に、あの短編に出演してくれてる全ての役者さんに、あの僕はもう次長編を頑張って撮るから、はい、あの今回みんなが僕のこの実験的な短編にあの参加してくれたことを絶対忘れないんで、うん、僕の長編撮るときはみんな出てねっていう話をしてて、はい、だその短編からは全員来てますね、虹が落ちる前に。あ、そうなんですか。はい、でそこに新しいキャストがみんな入ってきて、はい、あの話がキャストができていったかなっていう感じですね。あ、いやなんかすごい自然に演技されてる感じが全然なかったので、はい、うんうん、はいはい、でも結構長台詞とかもあるし、うんうん、まあ、普通にちょっとやっぱりそれは映画ですから強調するシーンとか、はい、もちろんもちろんですね、で言葉の中でも普通に使わない言葉とかがあるのに、はい、そこまで全て乗り越えて、はい、すっごくこう近くにいる人を見ている、うんうんうん、そんな友達の話を横で聞いているみたいな気がしましたので、うんうんうん、はいはい、もう俳優さん方のアンサンブルは素晴らしいなと思いました。本当にみんななんか
こう、いろんなこと聞いてくれたり、はい。で、僕もこう、ただ僕が演じるわけではないので、やっぱり僕は俳優さんではないので、なんかやっぱ伝えきれないこともたくさんあったんですけど、なんか僕は、多分こうやねんな、こうやねんな、って悩んでることすらも、彼らがすごく自分たちの独自の解釈でトライしていってくれたんで、はい、それがすごく良かったと思います。もうそれは素晴らしい、なんかこう、チームワークで生まれた作品ですよね。はい。はい、映画の中で、これ、まあ、架空の場所っていうか、具体的にどことは言ってらっしゃらないんで、はいはいはい、そうですね。はい、まあまあ、私たちが見てたら、見覚えになるし、そうですね。はい、っていう感じはしたんですけど、はいはい、あと団地とか、うん、あの道をずっと歩いていくシーンとかの、はい、距離感っていうか、これが一緒に歩いている感じ、一緒に団地を見上げている感じ、はいはいはい、で特にラストのあの駅のシーン、うん、はい、あれ一発撮りですか、あの駅電車来ますよね、電車は来ますね、あれね、多分ね一回は失敗したような気がします。あ、そうなんですか。一回は失敗したんですが、二発目にオッケーだった気がしますね。ってことは電車次来るのを待って、ちょっと待ってって言ってもう一回ってリスタートして、そうですそうです、あの時間ももちろん調べながら、で、何回の方々にもご協力いただいて、はい、もう来ますよみたいなのをこう言っていただきながらみんなでこうやりましたね、はい、あの駅、ただね、あの駅いいんですよ、映像になってすごくね、はいはいはい、なんか雰囲気いいじゃないですか、はい、この駅こんなにいいやと思って、いやそうなんですよね、なんか、はい、あの光の差し方をする時間が一瞬しかやっぱないので、おそらくあと2回とかは多分できなかったと思うんですよね、あの光に対してああやって光が当たってああいう風に影ができるっていうことを想定して、僕その衣装もやらしまってるんですけど、はい、宇根田さんと森山くんの衣装もチョイスしていたので、ええ、ちょっとなんかもっと赤というか夕焼けがきつくなったら、うん、多分あの感じにはならないなっていうのがあったんで、めちゃくちゃ怖かったですけど、でもまあ、この光の加減がいいっていうところで撮れたので、彼らが着てる衣装もなんかすごくそれにマッチしてよかったなと思ってます。そうなんですね。はい、まあ、そういういろんなとか計算はもちろん終わりだったと思うんですが、うん、単純に出来上がったものを拝見した中で、はい、なんていうか一つの充実感ではあるんだけど、ちょっとした寂しさ、そうですね、で、うん、なんかその辺のこう細かい機微が、うん、あのシーンですごい出てたんで、うん、どんなふうに、しかも電車コントあかんしと思って、うんうん、はいはい、どんな風に撮れはったのかなとすごく思ってたんですけど、はい、でももう映画本当私ずーっと映画見ながら青春やーとか思ってたのが、もう全然自分がもうその青春に戻ってて、でエンジンを組まれるシーンありますよね、はいはい、やったことないけど、はい、やろうって言って、はいはい、もうあのバンドメンバーでエンジンを組むシーンとか、はいはい、めっちゃ泣きました。うん、ありがとうございます。あれはやっぱりそこまでの積み重ねで私たちの感情を動かしてくださったんだなと思っています。うん、やはりそのお話なので、映画とはストーリーなので、はい、まあどっかで人を鼓舞するというか、うん、やっぱり人を押すもの、まあもちろんそうじゃない映画もたくさんありますけど、で僕はやっぱその虹が落ちる前に関してはやっぱり人の背中を押す、まあ、自分自身の背中もそうですけど、押す映画を作りたかったので、どういうふうにこう、彼たちを描いていくと、見てる人たちがこう、彼らに自分を重ねて、よし、俺も頑張るか、みたいな感じになってくれるのかなっていうのはめちゃくちゃ考えましたね。あ、やっぱりそうですね。はい、そんな気持ちに私も、はい、余生頑張ろうと思いました。いや、まだまだそんな、何をおっしゃるんですか、そんな。はい。さあ、もう公開されて舞台挨拶もされました。はい、どうですか、お客さんを前にしてっていう監督としてのお気持ちは。なんか
もちろん連日満員ってわけにはいかないんですが、その舞台挨拶の九条とか、九条シネヌーボとか、うん、新宿ケイズシネマとか、まあ満タンになってて、マスコミの方とかもいらっしゃってて、なんかこう、その空気感の中に一緒に頑張ってきた役者のみんなを、こう、がその舞台上に立ってるのを、なんかこうすごく客観的に見てたというか、自分が撮られてるとか、自分が注目されてるとかではなくて、だから彼らばっか見てましたね。役者の子たちだけを見てた気がします。そうなんですか。はい。なんかすごくそれが嬉しくて、彼らがすごく誇らしい顔をしていたので、なんかそれがすごく印象に残ってますね。なんか自分のことはあんまり何もその、印象に残ってないというか、はい。はい。なんか役者が、役者の誇らしい顔がすごく印象に残ってますね。これからも多分いろいろとお取りになると思うんですけど、はい。映画界はなかなか厳しい状況にあります、実際のところで。そうですね。はい、そんな中で若い監督さん、新しい監督を持った監督さんがどんどん出てこられることによって、はい、また変わっていくし、変わらなきゃいけないって私は思うんですけど、はいはい、上原監督として意気込み、浩二さんとしての意気込み、ちょっとここで聞かせてください。映画界に関してですか？映画って映画ですよね。はい。なんか自分が作品を撮ろうと思う、まあ自分の作品に関してはなんですけど、はい、すごくいつも心がけてることがあって、世阿弥観阿弥ってあるじゃないですか、能楽の。ええ。世阿弥が、その華経っていうその書物の中で、その画剣取り剣っていう言葉を使ってるんです。その、自分からの視点と、離れた側の視点っていうのを。で、それを本当にその作品の中に僕は、なんか、ところ織り交ぜながら物を作るときも僕はこれがいいと思うけどでも一旦距離を置いてみたときに本当にどうなんだろうっていうその答え合わせを常にその自分の視点となんか遠くからの視点とこう重ね合わせてやってるんです。で、自分の作品としてはこれを追求していこうってこれからも思ってるんですが、なんか映画っていうそのカルチャー全体もなんかそろそろもうそうなっていくべきなんじゃないのかなっていうのは自分がこう、映画を撮らせていただいたからこそ、もちろん古き良き伝統とか、映画とはこういうもんだっていう、そのまっすぐな、なんていうんですかね、意見というか、気持ちも本当に大事だと思うんですけど、でもやっぱりちょっと客観的に見たときに、それでは、今こんなに配信とか、例えばその簡易な YouTube とか、じゃあ1分の動画とかを若い人たちがバン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 見る時代になってきてるときに、その2時間座らせて、劇場に足を運ばせ、2時間携帯をオフにさせて、見させることって、やっぱりだいぶ難しいと思うんですよね。で、それをなんか本当に今までの価値観だけで行くと、もっともっと人が来なくなったり、なんならこう、怖いなと思うのが、もっと時代が流れてしまったら、なんかもう、映画って何？なんで2時間の映像なんて見なきゃいけないの？みたいな人たちってできてしまうんじゃないかなっていう怖さがあって。だからそれはなんか一客観的に見たときに、その状況をちゃんと受け入れて、なんか僕がこんなこと偉そうには違うと思うんですけど、なんか受け入れて、なんですかね、映画館とか、その映画の会社とかも考えていけたら、なんかもっともっと面白くなるんじゃないかなとは思って、おっしゃる通りだと思います。コロナによって行動変容が起きてますから、はいはい、うん、それによって映画が今後どう残っていくかっていうのはすごい大きな課題だと思うので、うん、はい、ますますいろんな作品で私たちを楽しませてください、はい、もう頑張りたいです。ありがとうございます。期待しております。今日はありがとうございました。ありがとうございました。浩二上原監督にお話を伺いました。ありがとうございました。シネマへようこそをご覧の皆さん、映画監督の浩二上原です。ありきたりな言い方なんですが、老若男女問わず何か人の背中を少しでも押してくれるような映画になったんじゃないかなと思うので、ぜひ映画館で劇場で見てほしいです。皆さんのことを映画館でお待ちしてます。よろしくお願いします。浩二上原監督のお話いかがでしたか？
まだご覧になってらっしゃらない方は、ああ見に行かなきゃって思われたことと思いますし、これからまた楽しみな作品をいっぱい撮っていただけそうです。シネマへようこそ。今回は虹が落ちる前にをご紹介しました。最後までご覧いただきましてありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。